から荷物が2つ届きました。ありがとうございます。すごい大きい。あ、キョウちゃんもう一個。うわすごい。うわ、見えなくなっちゃったじゃん。こっちから。あ、いいよ。あれ何？折りたたみショイコだって。あ、本当だ。軽い。ショイコ。軽い。山菜採り、キノコ狩りなど。え、いいね。うわお。どうなってるんだ。ちょっと待って。あ、すごい。あ、ギリギリちょっとなってる。こうもできるし、たぶんこれでほら、またも持ってるし、カゴじゃなくてもいい。カゴでも使えるし、あ、いいね、カゴでも、ほら、どう？すごいすごい、しっかりしてるよ、肩、ね、肩のところ。ちょうどね、ちょうどっていうか、うん、ショイコ作ったやつ壊れちゃったからね。重っ。でもほら、それでも竹乾いて前より軽くなったやつ。そうだね、重さ全然違うよ、これ。あと持ってる。うわ、重っ。よくこれで背負ってたなみたいな。よかったね、これはね、うん、助かりますね。助かるね、軽いし。そっちはこっちも使っていいっすか。いいよ。こっちもショイコだ。あー、すごい。あれ、ちょっと違う。そっちはもう柿のあれだ。あ、そうなんだ。こっちはじゃあ、あれでいいね。カゴにして。こんにちは、ビールビールです。今回2つのタイプのショイコを送らせていただきます。裏山の作業での道工具や薪の運搬、食材や資材の買い出しなどでご利用いただけると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。口も開けてみよう。すごいすごい。買い物の時もこれで行こう。ちょっとこれちょっと恥ずかしいな。買い出しにそれ背負ってそのまま。みんなで行くならいい。距離はちょっと恥ずかしい。いっぱい帰りそうですね。そうなの。すごいよ。ちょっと後で見て。ありがとうございます。ありがとうございます。早速使いたいな。どこ使おう。ムディとパーティー乾杯。あーでパーティー。二次燃焼も何もあったもんじゃない。すごいね。全部下に落ちちゃうからさ。あ、穴開いちゃったってこと？そう。本当穴開いちゃいけないのそれ。溶けちゃったんだよね。へえ。であとね、スピン缶がさ、うん、竹の油ですっげえまとわりついちゃって。本当だ、こびりついてるね。そう。で燃焼効率っていうか、お湯温める効率がすごい悪くなっちゃったんだよ。うん、今まで熱湯出てたのが、うん、なんかすっげえガンガン火炊いても出てくるの全然お湯触れるレベル。へー、今まで熱くてさ触れなかったし、うんうん、これはあらゆる治るだろうけど、こう作り直すの面倒だから、ね、せっかくね菊野さんからロケットストーブもらってるから、おそれ使おう。すごいよね、ついに。どのくらい暖かいの出てくるんだろうね。
そこに、あ、こっか、そこに火上がんないんだろうみたいな、上がんないかな、うん、上がってるの見えますけど、あれ、これ湿ってるのにやっぱよく燃えるね、意外と、あ、風ですげえ来てますよ、嘘、まだあっちに行かないね、こっちには来てないですね、あ、でも向こうにもほら来たよ来たよ、キョウちゃん、あ、来てる来てる、すごいすごい、すごい黒いで来てるよえ、いつの間に、ね、はいよ、しかも長持ちだね、これそうですね、意外とこれやっぱいつものさ短いサイズ入れときゃ良さそうだね、そうですね、うん、ちょっとぬるい、あ、本当もう、うん、早いね、うん、また奥まで行かなくなっちゃったね、これだって鍋とかやってもいいのかな、うん、すごい用途がいっぱいあるね、あんまりでも行かないね、入れるサイズの薪とか研究しないとダメだね、でもこうやって見るとちゃんと火の流れそっちに行ってんだよね、下で燃える、本当だ、うん、すごい行ってる、あんまやっぱ上で燃やすのはダメだね、うん、ちっちゃめに切ってですね、うん、結構外に出さないとホース燃えるよね、うん、全然抜けないの、いいよキョウちゃん切っちゃえば、その後ちょっとちょっと、あ、あ、あ、この辺で切っちゃうか、あ、こっち刺さりそう、ひねってるよ、くるんってなってるよ、本当だ、これでいいかな、うん、ギリギリここまで行ければ多分、あ、いいねいいね、入ってる入ってる、お、これだったらこのままで良さそうだね、ジャストサイズぴったりはまるようにしないと、切っちゃうの、ん、そう少しだけこれぐらい、あ、でまたこっちに詰めて、ハサミある、これでうまく止まってくれるやつけどね、ちっちゃこれこの位置で溶けやしないかい、そこがちょっと心配なんですよね、こっち側も今無理やり出そうか、もう少し出します、ちょっと効率悪くなっちゃうけど、あっつ、ね、意外とこれなら平気か、これもちょっと、うん、結構奥通していて、ちょっと待ってね、ここら辺が理想だね、でここで止めるか、これぐらい入れよう、あーうまく OK 無理やり二重にしてこれでキョウちゃんここで止めて思いっきり、いいよいいよ、そのまま引き続き、あれワンコたち今夢中で走ってったぞ、あ、いいんじゃないこれ、あ、痛いんだよ、キョウちゃんそれすいません、もう一息、もうちょっと行きたいですね、うん、こんなもんかな、おお、出てきた出てきた、漏れないそっち、漏れないですね、大丈夫大丈夫そうです、 OK、 いいよ、止めていっぱいになっちゃう、思ったより簡単にすんだね、よかったですね、うん、意外とぴったり止まってよかった、うん、やっとくから危ない危ないよ、
わあすごいねこれ。よく作ったね。まだあとちょっと作んなきゃいけないんだけど。ノーディパーティー何戦ってんの。危ない。持てるかな。持ってみよう。ひろちゃんはいけそう。いけた。ひろちゃんは。重っ。頑張って。すごい。私も。結構重い。立ち上がるのやっとだった。じゃーん。いっぱいだね。いいじゃん。いいでしょ。ダメだよ。横から奪われたら大変だよ。危ない危ない。よし。行くか。行こう。レッツゴー。ありがとう。持っていけないじゃん。あ、これならいける。すごいね、1回でこの量は。よし、巻いて、よし。あれ、なんか1個外れてね。え1個外れてない、これ。もうそのまま着なさい。やっぱ乾いた竹ないと、お、すごいね、今日。乾いた竹飛びました。カラッカラじゃん。中に水入っちゃってるけど、大きさの割にだいぶ軽いものが多いんで。危ない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 、そこは熱いよ、熱い。もうダメダメダメ。ちょっともう一回この縦方式で乾いたやつからやり直してみよう。でもこれぐらいを常に出すってできれば多分相当いいよね。結構な火力ですよね。だけどこれでもなかなか開かなかったね、さっき。へえ。ダメだ。消えちゃってます。うん。
何時？今4時です。ペルカン戻すか。洗って。お腹すいた。なんかつまみ食いしたでしょ。ゴマついてるよ、まだ子供かよ、大抵だな味見だよ、味見だよまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。